タート20秒前になりました。日本からはこの大会に標準を合わせた宋兄弟、そしてベテランの伊藤、新鋭中山、児玉が参加しております。スタート5秒前です。参加67カ国236人の選手は今一斉にスタートいたしました。レースはここ広島県営総合グラウンド陸上競技場発着点に佐伯郡廿日市町岸道を折り返す 42.195 キロのコースで争われます。さて陸上競技場の解説は日本陸上競技連盟専務理事の調査弘明さんです。調査さんよろしくお願いをいたします。よろしくお願いいたします。さて12時現在の気温ですが18度、湿度が 57%、 西南西の風 0.8 メートルというコンディションですが、調査さんこの気象条件いかがですか。そうですね、昨日の女子のワールドカップマラソンですね、その時よりも条件はいいと思いますね。選手はこの競技場のトラックを1周と2分の1 600メートル走った後一般道路へと向かいますが、さて調査さんこのレース展開はどういうふうに予想されますか。そうですね、2時間8分台が2名ですね、2時間9分台が5名、2時間10分台が7名、2時間11分台が8名、計22名、な22名の中から優勝者が出ると言っても過言ではないと思います。そうです。しかしながら、はい、特にですね、はい、優勝候補をこの中から挙げますとですね、なんと言いましてもやはり宋兄弟、伊藤君、あるいは中山君、そして外国はタンザニアのイカンガ、東ドイツのペーター、ハイルマン、エチオピアのバルチャー、そして、ニュージーランドのバリンジャ エチオピアのネビ、これはあの中からですね優勝者が出るんではないだろうかと思いますね。そうですね、テレソ、ソータキシ、そして、イカンガを先頭に今競技場のゲートをくぐりました。さて第2放送車にはゲストとして旭化成陸上競技部監督の広島秀邦さんをお迎えしております。広島さん、はい、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。気になるのは宋兄弟のコンディションなんですがいかがですか。そうですね、今日はですね、天候の方も非常に昨日に比べますといい条件になっておりますし、彼らの体調もそれほど悪くはありませんので、今日は思う存分戦えるのではないだろうかというふうに思っています。そうです。それからゼッケン40番の選手はロディス選手、ケニアの選手であります。さあ最初の5キロのチェックポイントが近づいています。最初の5キロのチェックポイントが近づいております。現在まもなく14分40秒から41秒です。どのぐらいのタイムで通過をしてまいりますか。なかなか最初の5キロのチェックポイントが難しいんですが確認できませんけれども、まもなくですね、まもなく最初の5キロです。とにかく沿道の人がすごいですね。まもなく最初の5キロです。あと10メートルぐらいです。10人ぐらいの第一軍団が今通過しました。15分10秒ぐらいですか。そうです、元々の時計で15分10秒ですね。画面では15分11秒ぐらいになってますがどうですかこの15分11秒は。そうですね、最初の5キロはもう少しですね、はい、お互いの調子を見合ってですね、落ちるのかなと思ったんですけれども、はいはい、これはいい展開になりましたですね。そうですね。ワールドカップマラソン広島大会男子、ただいま 9.8 キロです。さあ城南通りに別れを告げまして今度は中広通りにハイペースで入ってまいりました。まもなく10キロのチェックポイントであります。これはかなりハイペースになりましてちょっと生き残りレースという感じになってきましたね。そうですね、これにいかに対処するか、はい、やはりこれは高度な経験というのがやっぱり発揮されるでしょうね。そうですね、あるいはこれは瀬古の日本国内最高記録のペースを上回っているかもしれません。今10キロ通過しました。30分13秒ですか、手元の時計ですが30分13秒から14秒であります。従いましてここは15分03秒ぐらいですね。いかがですかこのペースは。そうですね、最初の5キロよりもですね、はい、次の5キロ上がるということはこれはなっておるんですけれども、これは世界最高のペースを若干上回っておりますから。そうですね、スティーブ・ジョーンズが作りました2時間08分05秒というのが世界最高記録でありますがその時のジョーンズが30分15秒で、10キロを通過。さあ間もなく15キロのチェックポイントであります。
そういう意味ではロサンゼルスオリンピック以来という宗武選手の方にかなり期待があるような気がするんですが、いかがでしょう。まあ、あの2人どちらかと言いますと、はい、武の方が期待が持てるような感じがしますね。なるほど。中山武之選手が常に先頭グループのジョフの日本選手の中では常に先頭を走っております。長身の中山武之選手であります。ソウルの星と言われております中山がこのワールドカップマラソンでどんなレースをいたしますか。これも一つの興味であります。また画面の一番左側129番宗武選手が出てきました。さあ間もなく15キロです。さあ間もなく15キロです。今通過しました、45分26秒ぐらいですか。45分26秒ぐらいで通過をしておりますので、従いまして15分手元の時計では10秒ぐらいですかね。イーブンペースになってきましたね。そうですね、そうですね。まあ、この次誰がですね、はい、先頭と入れ替わるか、はい、まあ、その次先頭に立つのがですね、やはり本物でしょうね。なるほどね。残念ながら伊藤選手がちょっとサバイバルレースに残れなかったという感じで落ち始めております。しかし総先頭グループから離れているわけではありません。まもなく20キロのチェックポイントを迎えようとしております。今八幡川にかかってまいりました。八幡橋を渡ります。まもなく旧五日市の町に入ろうとしております。先頭グループは19人から20人です。北朝鮮の選手もこの中に頑張っています。それからハイルマンもおります。ジプチの選手が3選手全部入っています。73番のタンザニアのジュマ・イカンガー選手が依然として先頭であります。さあ間もなく20キロであります。あと10メートルぐらいで20キロです。今通過しました。1時間00分どうでしょうか。43ぐらいですかね。1時間ちょっとです。1時間00分43秒ぐらいですか。折り返し点どうぞ。はい、こちらは廿日市町串戸1丁目にあります折り返し地点であります。今串戸陸橋の下を通りまして、左手に串戸港を見ながら、およそ250メートル先が25キロのチェックポイントであります。その先13メートルがターニングポイント、折り返し地点であります。この串戸港およそ200メートル道幅が少し広くなっておりますが、その串戸港を左手に見まして、急にまた道幅が狭くなります。今先頭集団が見えてまいりました。まもなくあとおよそ50メートルほどで25キロのチェックポイントであります。先頭集団アフリカ勢、そして日本の中山、ほとんど一丸となってまいります。あとおよそ15メートル、あと13メートルで折り返しであります。今25キロ地点をイカンガーがトップで折り返しました。そしてゼッケン38番、日本の128番ソウ・シゲルが先頭集団最後で折り返しました。そしてワールドカップマラソン広島大会男子、まもなく30キロです。まもなく30キロのチェックポイントです。エチオピアが3人、タンザニアが1人、ジプチが3人、東ドイツが1人、日本が1人、2人、日本は2人です。現在10人で第1グループが形成されております。さあまもなく30キロのチェックポイントであります。レースはすでに後半に入っておりますが、この第1グループもちょっとばらけようとしております。第1グループもちょっとばらけようとしております。まもなく30キロであります。まもなく30キロです。日本の中山が非常に快調なペースで走っております。まもなく30キロです。どのぐらいのラップで走ってまいりますか。あと20メートルぐらいです。今通過しました。1時間31分07秒です。1時間31分07秒ということは、15分15秒ぐらいですね。第男子残り 8.8 キロです。ばらけてきました。第1グループがばらけてきました。ゼッケン130番、中山武之、それからゼッケン26番、エチオピアのバルチャ、それからゼッケン17番、サラ・アーメド選手、ジプチの選手であります。この3人の選手がスパートしました。宗武が遅れました。宗武が遅れました。集団の一番後方であります。いや、宗武が遅れ始めましたね。そうですね、鉄頭鉄尾ですね、はい、中山をマークしてたようだったんですけれども、街道であります。先ほどは西に向かっておりましたが、今度は東に戻ってまいります。先頭はこの3人です。ゼッケン130番、ソウルの星と言われております。
もしこのワールドカップで第1回目のチャンピオンになるようなことがありますと、この中山がもう本当に日本のエースになってきますね。そうですね、もう正真正銘の超エースに踊り出ますね、はい、そうですね。さあ35キロが近づいてきました。さあ35キロが近づいてきました。どのぐらいのタイムで35キロを通過してまいりますか。これも興味あるところであります。誰が勝つのか、そしてどんなタイムで勝つのか、非常に興味深いレースになってまいりました。35キロ地点まもなく通過しましたですね。だいたい手元の時計で1時間46分19秒ぐらいではないかと思います。ちょっとはっきりと確認できませんで申し訳ありませんでしたが、1時間46分19秒ぐらいではないかと思います。中山も苦しいところ、踏ん張りどころですが、また並びます。まもなく40キロです。まもなく40キロが近づいてきました。細かい雨が降っています。沿道傘の花が開いています。この雨はしかし気持ちいいでしょうね。恵みの雨ですね。そうですね、はい、細かい雨が降っています。風はあまりありません。気温は17度からもっと下がっていると思います。わずかにアーメド選手がリードするような形勢です。さあ、まもなく40キロが近づいてきました。最後のチェックポイントです。あとは栄光の白いテープです。2人が並んであと5メートル。今通過しました40キロ、1時間1分23秒手元の時計です。2時間1分24秒画面ではなってますね。2時間01分24秒になっております。世界記録より5秒上回っております。そうですね、はい、何か信じられないような時計になっております。最後の 2.15 6分40でいけば世界新記録です、はい、なるほど、世界最高記録の可能性も出てきました。去年10月イギリスのスティーブ・ジョーンズ、この人も日本ではあまり知られておりませんでしたが、5000、1万のいわゆるスピードランナーではありましたが、おーっと給水しました。水を取りました。40キロ過ぎで水を取りました。中山がリード、あと2キロ、あと2キロ。水取りましたね、最後のところでね、はい、余裕と見るべきでしょうかね。まあ、これがどう出ますか、差がちょっと今一瞬開いたんでありますけれども、また縮まりました。アーメドも相当余裕持って走っております。第2放送車の広島さん、はいはい、どうですかこの両者のデッドヒートは。そうですね、これは本当に分かりませんね、はい、まだアーメド選手もですね、まだ余裕ありますね、はい、中山君もそれですからね、やはりもうグラウンドに入ってですね、はい、これはもう勝負した方がいいかもしれませんね。なるほどね、はい、ちょっと中山も苦しそうな表情、あまり焦らない方がいいです。はい、苦しそうな表情を浮かべておりますが、サラ・アーメド選手は29歳、フルマラソンは7回目であります。ちょっとアーメドがスタートを仕掛けております。2時間11分58秒というのが彼の最高タイムであります。1メートル82センチ、60キロであります。ロサンゼルスオリンピックでも20位に入っております。オリンピックを経験しております、このサラ・アーメド選手。第1回ワールドカップマラソン、沿道が雨に濡れてきました。細かい雨です。おそらくは恵みの雨です。シャワーのような冷たい雨を浴びて、ゼッケン130番中山かアーメドか、優勝争いは完全にこの2人、ドブレも追っておりますが、130メートルの差があります。差はあまり縮まりません。さあ、まもなくあと41キロ地点、中山かアーメドかジブチか日本か、マラソンの新興国でありますジブチ共和国か、あるいは日本のエース、そしてコースからエースになろうとしております中山武幸か、2人のデッドヒートが展開しますが、今アーメド選手がちらっと後ろを振り返りました。そして40キロ過ぎで給水しました。あれが余裕と見るならば、アーメド選手にも勝利のチャンスは十分あります。2人のデッドヒートが続きます。 40.75 キロからまもなく41キロであります。栄光の白いテープを真っ先に切るのは果たしてこのどちらでしょうか。第1回のワールドカップマラソン、歴史に名前が残ります。第1回目の大会です。中山かアーメドか、日本かジプチか、まもなく41キロです。沢木さん、これはもうグラウンド持ち越されそうですね。そうですね、まあ、あの余裕という点から見ればですね、アーメド選手の方がありますね。そうですか、はいはい、ただまあこれはあの顔では表情ではですね、判断できませんので。そうですね、いずれにいたしましてもどうやら競技場までこの決着は持ち越されそうであります。今41キロを通過しました。それでは競技場どうぞ。85ワールドカップマラソンはいよいよクライマックスを迎えようとしております。中山かアーベドか、まもなく観音新町の歩道橋をくぐりますとゴールまであと1キロ、左手に大玉彦神社を見ながら空港通りを右折、総合グラウンド陸上競技場へと向かいます。
さあ調査さん、これはもうおそらくギリギリまでこの決着がつかないように思いますがね。そうですね、もうえらいレースになりましたね。中山君ももう疲労の極に達してるんですが、はい、一方はアーメイドもですね、もうこれ以上頑張れないというところ、極限まで来てますね。ですからへばりながらお互いがですね、へばったタイミングをよく取ってですね、はい、スパートした方が勝つでしょうね。あ、そうですか。ですからそういう意味ではグラウンドの中に入って勝負した方がいいと思います、はい、さてそのグラウンドに入ってからのスピードということになりますがね。そうです、これはもう全くね、もうこうなったらね、タイミングと記録の問題ですね。中山かアーベロか、この両選手の勝負と同時にまた世界最高記録への期待も絡んでおります。調査さん、世界最高がイギリスのジョーンズの出した2時間8分5秒ですが、はい、さあこの記録を破るかどうかですかね。そうですね、もう本当にギリギリのところでしょうね。8分10秒前後と見てるんですかね。ああそうですか、ああちょっとアーメルが前へ出ました。アーメルが前に出ました。中山遅れました。県営総合グラウンドの入り口のゲートをくぐりますとゴールまであと700メートルです。アーメルが出ました。アーメルがスパートしました。その差が5メートルつきました。中山ちょっと疲れています。アーメル先頭であります。調査さん、この今回がマラソン7回目というアーメルですが、1万メートルは28分16秒の記録を持っているんで、スピードのある選手ですね。そうですね、今アーメルが先頭で陸上競技場のトラックに入ってまいりました。中山もややスタートをかけました。その差は5メートル、依然として気になりません。おととしの福岡国際マラソンで伊丹川をゴール100メートル前で抜いたあの瀬古俊彦とのデッドヒートが思い起こされます。ちょっと後ろを振り返りました。アーメドサラ、その差が開いてきました。あー調査さん、ちょっと中山苦しいですね。そうですね、やはりね、1万メートルのね、中山君とアーメドの差が1分ありますからね、はい、そのスピードがやはりここで決まったような感じがしますね。あそうですか、すでにアーメドは第2コーナーを回りました。スタートゲートを今くぐっております。バックストレートの中央に向かいました。その差は開いていきます。中山遅れました。先頭はアーメド、先頭はアーメドであります。まもなく第3コーナーを回ります。第3コーナーを回りました。あと 200m、 中山も懸命のスタートですが、その差は縮まりません。その差は縮まりません。今アーメドは第3コーナーを回りました。まもなく第4コーナーにあります。余裕のある走りです。さあ中山も懸命のスタート、後ろを振り返りました。アーメド、さあ第4コーナーを回ります。1m80cm 29歳、アーメドサラ栄光のゴールまであと 50m であります。アーメド後ろを振り返りながら今先頭、ラストスタートに入りました。ゴールまであと 10m、 両手を上げて今アーメドゴールイン。中山健闘します。中山ラストスパート、そして第2位に中山が入りました。そして今第3位にロブレがゴールに向かっております。今ロブレが第3位でゴール手を挙げて大きな笑みをばらしております。さあそして今ソウ・シゲルが入ってきています。209番がソウ・シゲル、そしてそのすぐ後ろに204番のマニャーニン、イタリアのマニャーニンが追い込んできております。イカンガーは大きく落ちました。マニャーニンの後ろがイカンガーであります。監督のシールドン監督です。まあ、それにしてもこの大変早い展開で、ね、心配なさったんではないかと思いますが、いかがですか。Oui, j'avais peur au début et maintenant les 5 derniers kilomètres m'a beaucoup rassuré avec Ahmed qui était côte à côte avec le japonais qui est un homme formidable aussi et je le félicite beaucoup 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 de mon cœur。最初は非常に速いスピードだった。